お待たせいたしました。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発は左の加藤、対するイーグルスの先発はベテラン涌井、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ファイターズピッチャーを交代します。加藤降板、左の久門、今日2番手としてマウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。第3球スライダーはストライク。第4球は打った、これは右へ切れていきます。次は5球目、投げたスライダー、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは6番ロメロ、投げた低め外角ストライク。第2球投げた、打ちました、サード正面のゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番銀次、今日はショートフライとセンターフライ。第2球アウトコース低めストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げた打ちました、切れていきます、ファール。次が4球目、投げました、打ちました、三遊間ライナー破った、センター前のヒットになります。銀次ナイスバッティングです。バッターは8番太田、さあ4球目打った、ヒット、センター前ヒットになった、太田いいバッティング。イーグルス代走を起用します。山崎一塁に入りました。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、辰巳、久保、ピンチの場、打った、これはファースト真正面、中田そのままベースに入ってスリーアウト。ファイターズこの回ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。7回の表が終わって1対0です。ファイターズ1点差で逃げ切りました。日本ハムファイターズの勝利です。本日の勝利投手は久門、西武秋吉、敗戦投手涌井でした。さて本日のヒーローは秋吉、無失点の好投を見せました。本当に今日は大